はいどうも、りょうへいです。お願いしまーす。今回もモンタナスポーツさんです。お願いしまーす。本日は、アトムズグループさんのメーカーはそれぞれ違うんですけれども、同じ人が監修しているグローブが3つほどあるので、そちらすべて紹介していこうかなと思います。まあ、アトムズグループ、有名どころですよね。はい、こちらです。はい、D-by-M です。アトムズグループの営業の池永大輔さんという方がいるんですけども、監修しているグローブになります。メーカーは、D-by-M で、公式用ジテルレザーのグローブとなります。で、今回はお助けを呼んでおりまして、天の声さんで、モンタナさんお願いします。こちらのグローブの特徴とか説明とかお願いします。これは、皆さんよくご存知の D-by-M っていうアトムズグループのメーカーですけども、今良平くんが説明してもらったように、池永大輔商店秘密会社があるんですがそこがプロデュースしてるモデルになります。この D-by-M のやつはですね、全国で11店舗限定で販売してると。で、珍しく黒にサックスのステッチですかね、水色系の本当に限定のグローブになります。いや、これすごい面白いなと思ったのが、珍しいですよね。今横閉じダブルじゃなくて普通の横閉じっていう。そうですね、なんかメジャーリーグ用のグローブっぽい感じします。そうです、ね、ここだけ見ると。ただはめた感じめちゃくちゃ浅めですよね。これめちゃめちゃ浅めですね。はめた感じすごい日本人向きなグローブだなっていう。柔らかいから変幻自在に使える。ただジュテルさんなんで時間はかかるだろうなとD-by-M さんの一番人気のある U400、D-by-M さんといえばっていうような。そうですね、多分使いやすいと思います。すみません、ありがとうございます、はい、では次も有名どころですね。はい、こちらです。エールストーリーです。こちらアトムズの内野専用のメーカーです。これもさっきの D-by-M のグローブと一緒で、池永大輔商店プロデュースのグローブです。さっきと違うところがすぐに出てきました。ステッチが、そうですね、ステッチ緑ですね。型もちょっと違いますかね。一番多分近い型で作ってるかなって思います。 SS の036っていう型かな。浅く広いグローブ、マジで硬いっす。なおかつなんですけど、思ったのがさっきのグローブも一緒なんですけど、玉髪なんですよね。なかなか珍しいな。万人受けする、誰でも使いやすいと。ちょっとね、色的に真っ黒で玉はみの黒で、なおかつラベルも黒めなので、渋いんですけど、でもこれこのまま高校生使えますか、ね、そうですよね。ラベル汚れて切ったねとかっていう会話をしなくて済みますよ、高校生の皆さん。型も普通に本当にオーソドックスって言ったらいいのかな、ちょっと浅めな型をしているので、誰もが使いやすいような、グローブだなっていうような感じをしました。はい、では続いてが最後のグローブなんですけれども、こちらインスタやってる方いれば、もしかしたら知ってる人がいるかもしれないグローブになります。それが、はい、こちらです。メボリックス。正直言います、僕何も分かんないです。フル任せで、お父さんお願いします。これメトリックスっていうメーカーですけど、愛知にありますベースボールさんという、あ、はいはいはい、スポーツショップの、野球ショップさんのオリジナルブランドになります。これを、さっきも名前が出てる池永大輔商店さんがですね、プロデュースして全国的にちょっと売ってみようじゃないかという企画で声をかけてもらったという。なるほどなるほど。ラベルが僕最初間違えちゃったんですよ。エボシールド見えるなーって。確かに似てるなって感じは、確かにね、はい、六角形のね、エボシールドグローブ出したんだって最初思っちゃったんで、一応このコンセプトはサイバーメトリクスって言って、統計分析みたいな、分析したりする時のこう六角形のあれをこうイメージして作ったラベルが今時な感じですね。ちょっとはめますけど、これも、あ、待った、あっさ、そして広、めちゃくちゃ広くて浅いです。アトムズグループじゃないのか、これだけ。そうです、それアトムズで作ってるわけではないです。そうだそうだ、なんか勘違いしてた。正直言うと、ここまで浅いグローブそんなないなっていうのは感じたので、いや、もう本当にこうすればわかるかな、初期段階でここまで浅いですよ。いや、すごいすごい、本当にこれ使うの大変そう。おしゃれに刺繍が入ってるんですよ。これこそ本当にメジャーベースボールチックですよね。あと小指に実は刺繍が、あ、本当だ、一言入ってるんですよ。公式でも全然使える革。そうですよね。だけどめっちゃ硬いですもん。軽いですよね。はい、フィット感とかっていうのも半端じゃないなっていう。手袋が若干小さめだなって感じはするんですけど、逆に言ってしまえばフィット感がとてもいいグローブになっています。3つのグローブお値段なんですけれども、これが、49,500円と、なっています。で、D-by-M が59,400円。でも普通にアトムズさん系列のグローブ買うのと変わらずに、限定品のグローブが手に入るのはすごいいいなと思います。エールストーリーがこちら税込みで、
人たち。わちゃわちゃしてな、俺のせいでわちゃわちゃしたな、すいません申し訳ないです。あ、だからね、一気に今ので集中が切れた。はい、こちらが税込みで6万500円になります。まあ、こちらも、まあ、普通の、アトムズ3系のグローブより若干高いかなとは思うんですけれども、まあ、限定品なので、まあ、少しは上がるのかもしれないですけど、すごいいいグローブだなと。本日は、こちらの池永大輔商店スペシャル、グローブ3兄弟をご紹介させていただきました。まあね、全国でも取り扱い店舗少ないので、こういうね、黒にステッチが逆に派手なグローブ気になる方多いと思うので、ぜひぜひ、モンタンスポーツさんで、お越しください。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとして、デサントの内野公式用になります。まあ視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が結構多いと思うんだよね。で、しかも僕あえてこれにしたのが、あのカラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人達成したら、そうです、OK、この動画なり、まあいろんな動画にデサントのグローブ分かるように、はい、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まああの今並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです、はい、そうです、現代グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、でまた1万人達成した時に、ただ達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらうような形です、まあ、常に動画から見ていただいて。そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ1万人か分かんない、1万人行くか分かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画やっちゃうと思うんでね、はい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 、登録しておいてもらえれば、はい、いいかなと思います。そうです、お願いします、はい、革自体もいいグローブなので、今回もね、あの前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、現在翔平 TV プレゼント企画開催しております。モンタナスポーツのインスタフォロワー3000人達成で現代モデル軟式をプレゼント。現在チャンネル登録者数9000人突破、皆さん本当にありがとうございます。まだまだこれからですが、1万人を目指して頑張っていきます。1万人達成したらさらにプレゼント企画を開催します。皆さんの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと、頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。